2001年チームは再開。5年在籍したウィルソンが退団。2002年チームは5位。2003年チームは5位。2004年チームは3位。ジェリノールが本塁打を。2005年チームは5位。5番王が通算100本塁打達成。6年在籍したミラブルが退団。合計で5年在籍した5番王が退団。2006年チームはリーグ優勝、日本一。セリノールが通算100本塁打達成。2007年チームはリーグ優勝。2008年チームは3位。2009年チームはリーグ優勝。2010年チームは4位。2011年チームは2位。2012年チームはリーグ優勝。2013年チームは再開。兄弟間が盗塁王。アブレイユが本塁打を。
2014年チームは3位、兄弟間が通算100盗塁達成。2015年、チームは2位。2016年、チームはリーグ優勝、日本一、レアードが本塁打を。11年在籍した兄弟間が対談。2017年、チームは5位、レアードが通算100本塁打達成。2018年、チームは3位。2019年、チームは5位。2020年、チームは5位。2021年、チームは5位。2022年、チームは最下位。